ホンダマリン SP10 フリー進出、宇野昌磨との交際、見守っていてくださって、ありがとうございます。フィギュア、30日フィギュアスケート東京選手権東京都西東京市大道ドリンクアイスアリーナ2016年3月に行われた世界ジュニア選手権を制したホンダマリン 21JAL がショートプログラム SP で50.53点をマーク。 上位21人に入ることが確定し、10月2日に行われるフリーに進出した。今年12月の全日本選手権大阪の出場には、今大会と東日本選手権11月3から6日、アルソック群馬アイスアリーナを突破する必要がある本田誠は、妹のミユ18プリンスホテルと共に大会に出場し、黒をベースとした衣装に身を包んで、21番滑走で登場。 今期の SP 曲、アサシンズ単語のメロディーに乗って演技した。冒頭で3回転トーループとの連続ジャンプにする予定だった。3回転サルコーの着氷が乱れて単独となったが、続く3回転フリップに2回転トーループをつけてカバー。最後に飛んだダブルアクセル、2回転半ジャンプはしっかり着氷させたほか、スピンやステップもしっかりまとめていって得点を伸ばした。 演技を終えた本田誠は表情で笑みこの日の SP は納得がいく演技ができたようで、オンライン取材ではすごく緊張していて慎重だったかなとした上で、2本目からのジャンプは良かったかな。昨年とは比べ物にならないくらい気持ちの部分でも、調子的にもいい状態になってきているかなと思うと、前向きに振り返った。 今大会は、昨季世界男子王者の、宇野昌磨トヨタ自動車が、本田誠との交際を、18日に発表してから、初めての試合だった。オンライン取材では、この点についての質問が飛んだが、ジュニア時代の頃から取材してくださっている記者の方とかも、ご存知だったと思うんですけど、自分たちからお話しするまで、そっと見守っていてくださって、ありがとうございますと言いたいですと答えた。 本田マリン、宇野昌磨との交際公表に笑顔で言及、そっと見守っててくださってありがとうございます。フィギュアスケート東京選手権30日大道ドリンクアイスアリーナ女子ショートプログラム SP を50.53点発信した2016年世界ジュニア女王の本田マリン、ジャルが演技後のリモート取材で18日に公表された。 宇野昌磨、ま、トヨタ自動車との交際について言及した。この日の SP は冒頭の3回転フリップは着氷が乱れたが続く連続ジャンプは降りるなど演技をまとめて充実の表情を浮かべた。演技後は久しぶりの試合で緊張していて慎重だったかなと思うけど練習はここに3年でも一番よくできている。フリーもミスのない演技を目指して頑張りたいと振り返った。 ホンダは五輪に大会連続メダリストで世界選手権覇者のうのが18日に公式サイトで交際を認めると自身もインスタグラムのストーリーズにうのの公式サイトのリンクを引用する形で続いたこの日報道陣から改めて問われるとスポーツ会場では聞かれないから大丈夫と言われていたけどと笑みを浮かべつつ昔からジュニア時代から取材してくださっている記者の方もご存知だったと思うけど 自分たちからお話しするまで、そっと見守っててくださって、ありがとうございますと言いたいですと、明るく話した。ホンダマリン、今期目標は、全日本獣医将来も視案、いろんな夢を考える時期。フィギュアスケート東京選手権第1日、2022年9月30日、東京大道ドリンクアイスアリーナ。女子 SP が行われ、16年世界ジュニア女王の、 ホンダ・マリン、ジャルは50.53点で10月2日のフリーに進んだ。黒の衣装でアサシン単語を演じ3回転フリップからの連続ジャンプを着氷。久しぶりの試合で緊張していて慎重だったと振り返りつつ練習でもここ2から3年では一番よくできている。フリーでもミスのない演技をしたいと充実感を見せた。今季はまずは全日本選手権に出場したい。 そこで上位を目指したいと語る。現在、明大在学中で近い将来についても考え中。自分の中ではやりたいことがたくさん。大まかにいろんな夢を考える時期になっていると、現状を語りつつ、競技生活の引き際については、あまりいつはしっかり決まっていない。一試合一試合を大切にスケートができる機会を大切に頑張りたいと話した。本田マリンが明かす今後の展望来期以降も、 現役続行か引退か、まだしっかりと決まっていない。フィギュアスケート女子で、2016年、世界ジュニア覇者のホンダ・マリン21・ジャルが今後の展望について語った。東京選手権初日、30日、東京大道ドリンクアイスアリーナのショートプログラム、SP では、3回転フリップ、2回転トーループの連続ジャンプ、ダブルアクセル、2回転半ジャンプを決め、50.53点をマーク。 男子五輪二大会メダリストの宇野昌磨24、トヨタ自動車との交際を発表後、初となる演技を終え、私たちからお話しするまで、そっと見守っていてくださり、ありがとうございますと言いたいです、などと、照れ笑いを浮かべた。また、報道陣からは、今後の競技人生に関する質問も、ホンダは皆さん大学卒業とともに引退される方が、スケーターの中で多いのかな そこからも続ける場合には自分が良かったなって満足して終わるというふうに思っていると明かした上であまりまだしっかりと決まっているわけではないので一試合一試合を大切に皆さんの前で演技できる機会を大切に頑張りたいと述べたさらに芸能界への本格進出など将来的なプランを問われると自分の中ではやりたいことだったりどうしておきたいっていうことは少しずつではあるが大まかないろんなイメージで こういうことがしたいっていうのも考える時期になってきたけどまだはっきりとは言える状態ではないそこまで決めきれていないのでまた楽しみにしてもらえたらとコメントまずはスケートに専念していく姿勢を強調した